どうも僕です。わー、おっと失礼しました。今日は購入した家具が届くということで、朝から搬入作業に立ち会いました。僕一人では運び込めないなと頭を抱えていたので、業者様が設置してくれて一安心です。ほう、シンデレラフィットにゃ。食器棚のこのスペースは何だろうか。もしや僕とモコちゃんのお部屋。粋な計らい大変助かります。念願のソファーも運び込まれたので、早速寝心地を確認させていただきます。よいしょ、ちょうどいいスペースを見つけたにゃ。ごろーん。はあ、これは思わずグッパグッパせずにはいられません。これは控えめに言って最高です。ふかふかソファーと素足マッサージのコントラストが何とも言えません。パパマッサージのフルコースを堪能して最高な気分の僕は、気づいた時にはすっかり夢の中でした。弟も起きてきたので、みんなで仲良くくつろぎますと、そこでまたもやパパのマッサージに悶絶する僕。これは今朝の搬入作業の報酬でしょうか。手厚いフォロー助かります。極上マッサージで完全に気を抜いてしまっていたその時、弟がどこかへ歩いていったと思ったら、バランスを崩してよろけてしまい、急いで駆けつける僕。弟のキキ、急げ急げ、大丈夫かね。ふう、間に合った。何事もなくて一安心。キキが過ぎ去ると突如として眠気に襲われ、ふわー、人をダメにするソファーでダメになる僕。ん、なんか今モコちゃんの気配がしたような。おまけ、今日のおまけはソファーに吸い寄せられるモコちゃん。よかれと思い毛づくろいをさせていただいたところ、ちょっとやめなさいよ、何の気かもなくどういうつもり。ありえないわ。はっ、やっぱり怒られる僕でした。